見たいなと思いました、佐藤アルカと佐藤アルカです。よろしくお願いします。はい、私もシャルコンのファンでシャルコンを毎回アーカイブで見てるんですけど、モニャちゃんがすごい、なんかシャルコンのモニャちゃんって面白いし、ちょっとなんかセクシーだし、わかるでも普通に話すと、髪も切ってめっちゃイケメンじゃないですか。だから本当になんかもうかっこいいと可愛いが融合された人間なんだなと思うと、すごく私はモネちゃんのことがなんかつぶがわせてる。大丈夫かそんなモネちゃんが大好きです。なえちゃんこと片瀬なるみです。よろしくお願いします。今ではね、もうモニャちゃんはタサキョンのね相方みたいな感じになってるんですけど、ノタルの中でモニャちゃんに一番最初に会ったのチコなんですよ。そう、チコはモニャちゃんと同じ取材、インターネットの取材で初めて会った時にもちょっと綺麗すぎて、なんかちょくしできなくて、でも今はこうしてね本当に仲良くなれてとっても嬉しいです。モニャちゃん本当におめでとうございます。今日は全力でお祝いしていきますので、皆さんも楽しんでいきましょう。ビチコことあとのビチコです。よろしくお願いします。私がモニャを好きなところも一つしかありません。それはティッシュをくれるところです。そうだもん、しかも水に流せるティッシュ、常に常備してて、もうね、私名古屋でももらったし、すぐもくれたの、さっきももらったと。だからそう、もうこのご恩はもうご恩を今日のライブで返そうと思います。日頃のティッシュをこのライブで。いや、もうミニャはね、もう本当になんかね、もうね、いいよね、なん
なんかねなんていうのなんかもうストイックなのもそうだけど優しいしなんかもういいんだよティッシュくれるしすごい優しいから本当に好きです。あの今度ねお笑いのライブ見に行こうって言ってみもう1年ぐらい経ってるんでそう2年ぐらい後には見れて行けたらいいかなと思います。一応ねそうマニアのことをもうね水に流せるティッシュよりも私が流せるように思いましたいと思います。盛り上がっていきましょう。私たちモニター大好きな私たち写真撮影 OK ですので皆さんたくさん撮ってください。イエーイ。はい、というわけでノトノトも最後も楽しんでいきましょう。次はノタルの最新シングルを歌わせていただきます。聴いてください。セミシグレ。見つかない一人
ラストソング。泣かねえ。スター。マリー。ノタ。ルー。石橋。レッツゴー。ちょっと時間かかった。ボランティアに来てるからしょうがないですよ。そっか、じゃあもうまとめようか。もにゃまりのもにゃまりのたばし。だから私がもにゃまりのたばし。バシバシラジオなのね。バシバシラジオ。いくよ。出してっちゃうかね。もうちょっと周り的な声ちょうだいね。いくよ。なんだっけ。もにゃまりのたばし。Oh,
女子アイドルの野田るみでした。